こんにちは、ずいふうさんです。今日は福原愛さんと江宏傑さん相性を見ていきたいと思います。最近ね、あの二人はどうなってるんだというようなね、お話を聞きます。何が問題なのでしょうかということでね、質問を受けました。早速見ていきたいと思います。まずね、1つ目、離婚してもね、もうこの運勢だったらもう2、3回ね、離婚してまた結婚して幸せになってる方がね多いということでね、もう2、3度やってますと大丈夫ですと、ね、いうことですね。というのもね、本当の相手、本当の自分のキャラクター、それがね、若い頃はね見えなくても、だんだん年とともにね、それが現れてくると。西村智美さんがね、この運勢なんで、あの不思議ちゃんキャラは若い頃はね出てなくて、年とともにね、あの天然キャラが出てきたということで、今はもう天然キャラでああいう人なんだって言ってね思ってね、おりますけどね。そのタイプの運勢をしてます。基本的に結婚という修行です。これはね、前世での善行、前世での悪行、ね、因果が返ってくる可能性が非常に高い、そういう運勢です。ですから前世で相手にね、悪いことをしてしまった、それが逆に現世ではされる可能性もありますよということですね。ですからもしね、それを悪いことされたとしたら、因果が返ってきたと、ね、因果解消されてね、感謝しますでも言ったらもう合格の運勢です。自分は前世でこういう悪いことを相手にしてきたんだなって、今でもね、今されたということは、ね、因果解消されたと、因果解消されればね、もうこの先ね、もうそういうことされることはないと、因果解消されて、よかったなって言えるかどうかというね、ことを試されている。なかなかできないものなのですが、そういう修行ということです。で、結婚のねパートナーについてですけども、非常に穏やかなね、美しい、容姿美しい人、ね、お茶目な人、ね、可愛い人、そういう人をねパートナーに選ぶ。お相手のコウさん、イケメンですよね。なるほど。そしてね、相手に求めることもやっぱり多いということです、ね。そしてパートナーには、これね、一つお母さんが関係してくるんですね。お母さんちょっと腰悪くしたと、ね、で車椅子になっている、面倒を見なきゃいけない、それに協力してくれる人ってことなんですね。ですから福原家に何かしてくれる、それがやっぱり条件ということですよね。なんか婿養子もにとってもいいんですぐらいのね、そういう勢いなんで、江さんが果たしてそれを承諾するのかっていうことが一つのポイントになります。そしてね、もう一つ、非常にね、公私を分けるのがなかなか難しい運勢してます。愛ちゃんを泣かせる企画みたいなね、昔子供の頃やっておりましたけどね、泣かすまでそれを続けるみたいなね、お母さんがその泣かすコツを教えるみたいな、今考えてみればちょっとかわいそうだなみたいなね、そういうことなんですけど、
もうやっぱり攻守を分けないとね、大変なことになってしまうと。ですからきっちりと攻守を分けてくれる人っていうことがね、第一条件。じゃあ果たして黄さんはそうなのかと申しますと、分けられない。むしろもう仕事増やしちゃう。安請け合いしちゃう人多いんですよね。まあ、でもチャンスはね、すごい広がるんですけど、それを望んでる人ならいいんですけど、福原愛さんの場合、それを望んでいないということになります。っていうか、もうそれもごちそうたくさんあるけどお腹いっぱいなんですけどみたいな、ね、そういう状態。だからそれはいらないね。なかなか出世しないんですけどみたいな、そういう人にはありがたいかもしれないんですけど、福原愛さんの場合、それをそぎ落としたい、余分なことは家庭に持ち込まれたくない、ですから山口百恵さんがスパッとこう引退したのはね、やっぱり芸能界にいたんでは家庭崩壊してしまう、やばいと、引退しなきゃということで引退したということは考えられますね。ですから公私をしっかり分けてくれて、プライベートね、ちゃんと家庭生活、プライベートをしっかり守ってくれる人と結婚しないとね、ちょっとやばいぞとね。コウさんそういう運勢ではないんでね、もう増やすみたいな、危険にさらすみたいな、逆にね、ことになっていますんでね、ああそこも大変なんだということでございますね。で、コウさんは確かに、福原さんと結婚することによってね、自分のキャリアを上げようという気持ちもやっぱ強いんですけどね、そのために犠牲にするものも多いという、家庭も犠牲にしなきゃならない。福原さんも家庭犠牲にしなきゃならない。子供はどうなるのかってね、むしろ随分さんの場合、子供さん誰面倒見るんですかとかね、そっちの方を心配してしまうんですけどね。という問題。そしてね、結びつきなんですけども、やっぱり義務感というね、その人に何かしてあげなければいけない義務感というのがあるんですけど、もうそれ逃げられないんですね。逃げられないんで、もうその人物が前に現れたらもうやってあげるということになりますのでね、随風さんもやっぱ自分のこういうポイントに相性だったら、あ、この人来たのねって、もう逃げられない、わかりました、やってあげますって本人にも言ってあげてるんですけどね、いやもう逃げられないんですよこれ私はみたいな、という関係性なんでね、もう逃げられないという、まあ結婚ね、したのも納得です、ですから逃げられないイコールうまくいくっていうことはないわけですからね。今回それも一つの問題になっていると。で、もう一つ、性的な結びつきということですよね。性的に相性がいいと。性的に相性がいいと、もうもちろん結婚の可能性もかなりね、高まってくるということなんでね、相性が悪くても性的相性がいいという場合、結婚してしまうので、もうちょっとね、それ抜きにね、もうこの先おじいさんおばあさんになってもね、やっていかなきゃいけないんで、それだけではありませんのでね、それ以外のところもやっぱりしっかり見てほしかったというところでございます。ということで、こうして改めて見てみるとね、問題点というのはね、たくさん見えてくるわけです。ですからまた、ちょっとどうなるかわからないんですが、お子様もね、小さいことですし、まあよくね、見守っていきたいと思います。とりあえずね、問題点パッとこうね、簡単に挙げてみましたけど、また何かあったら見ていきたいと思います。
それではチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。